今何食べたいか言って。せーので言いませんか。いや待って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 、私一緒になる自信ある。え私はその予想外のこと言うかもしれないですよ。いや一回やってみよう。えちょっと待って、ちょっとそれを食べるモノマネしてみてください。あ、音声生きてくれる。いやもう己の己の、うん、今本当に食べたいものにしよう。ちょっと待って、 OK。 じゃあいきます。せーの、寿司。いやラーメンも食べたいけど今日はなんかお寿司の気持ち。なるほどね。私はラーメンかピザでした。あ、ピザ？そう。いいっすね。そう、ピザ屋さんをね、見つけて。あった、確かにあった。そう、一気にピザの口になった。え、珍しくない？まいちゃん。私、まいちゃんのさ、口から寿司って単語聞いたの初めてかも。いや、それは絶対ない。そう。お寿司大好き。え、まいちゃん、ラーメンって言葉しか聞いたことない。ラーメンは、食べたいけど、うんうん、今日なんかラーメン丼みたいなの来たから。あーね、うん、だからこそ、だからこそ今日は麺を求める。うん、でも今日のマジで美味しかった。今日の昼ご飯ラーメン丼が来たんですよ。なんかそうね、うん、ラーメンの、うん、ご飯バージョンみたいな、あのチャーシューとメンマと、うんうん、なんだっけ、紅生姜とネギと海苔が乗ってて、あとなんか豚骨みたいなね、そうなんかタレが、そうソースみたいなのかかってて、うん、めっちゃ美味しかったけんね、ほんまに初めて見たあんな丼ぶり、うん、トロトロだった。え、そう、うん、チャーシューがなんか麺じゃなくって米、うんうんうん、マジで美味しかった。うまかった、うまかった。ほんまにラーメン屋さんのラーメンの具材みたいな感じ。そうそうそう、そう、クッキーもらいました、中村まいちゃんから。食べましたか？まだ食べてない。食べてください。もったいなくて食べられん、なんか多分あと1日は見て1日なんだ。そう、しかもすごかった、あの名前入りで、あ、そう、入れた地方とぬあとちいかわのクッキー、すごい、あれあんな型あるんだね。そうなんです、嬉しい、マジで嬉しい。クッキー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 、ウケる。あれにはアンピーへの愛情が入ってるらしいけど。そうなんだ、アンピーへの愛情も入ってるし、ちほちゃんのクッキー、ちほちゃんの愛情が入ってます。あ、本当によかった、うん、誰ですかそのコメントをした人は。おい怒られてますね。おこです、ありがとう。元町さん、ありがとうございます。ありがとう、呼び出します、明日、うん、ありがとうございます。するフォーチュンクッキーもやったー、ね、AKB さんと須田あかりんさんとやらせていただきました。確かにいつぶりだろう、久しぶりにフォーチュン、ワンチャンゴゴリバぶりとか、いや、あのカラーズで、あー、そっかそっかそっか、失礼しました。そうだ、あの曲はどんだけ期間が空いても普通には踊れる。わかる。ね、ガチすごいよね。しかも振りコピーしてくれてる人率もうめっちゃ高くって。さすがや、世界のこいつ。なんかおにぎりって言ってる人たちいませんでした。めっちゃおにぎりーみたいな。ちょちょちょって最初のところ。
そう、 AKB の研究生の皆さんと一緒に、初めて会ったけど、でもあれ見てたよ私、アウトオブなんだっけ、アウトオブ48、アウトオブオーディション番組、そうそうそう、だからおーってなった、なんかおわかる。え、ね、今日さ、私ずっとあくびしたよね。私とまいちゃんずっと寝てたよね、楽屋で。寝てた。もう今日さ、あのオープニングも出てエンディングも出るんですけど、私たち一番最後の出演だったから、え、5時間ぐらい ?4 時間半ぐらい、いや、そんなにはないけど、うん、多分3時間半ぐらい、うん、うん、空き時間があって、うん、ね、そうなんですよ。寝ました、いっぱい。一生眠い。わかる。なんでなんやろ。そういう季節や。季節か。ありがとう、ずっと待ってました。そうですよね、来てくださった方はありがとうございます。本当に腰大丈夫ですかね、本当に、うん、ぐうたら過ごしてください。うん、充電器これ早くなるからおすすめ。アイメイク嬉しい。スタンディング、スタンディング確かに今年の夏多い気がする。まあ、ツアーも確かにね、うん、福岡名古屋もスタンディングだったし、確かに新潟、新潟もじゃない、え、新潟もスタンディングか、な気がする、忘れたけど、楽しみ、新潟楽しみ、うん、結構近くないもん割と、え、近い、に、え、今日18で、うん、24だから6日後か、うん、2週間もない、え、普通にやばいわね、やばい覚えなきゃ、まあ、ありがとう、大阪も確かにすぐ、ほんまじゃね、一気にトントンってくるよね、うん、え、大阪やって、大阪やって、お疲れ様会みたいなやつ、え、そうそう、3連続ある、え、すごい、お疲れ様会、浴衣でカラオケ、うん、楽しみ、なんでもいいのかな、ね、一回私たちさ、2人で歌ったよね、なんか、覚えてる？呼吸を止めて1秒、あなた真剣な目をしたからだあれめっちゃ緩かったよね、うん、あれのお客さん入ってる版みたいな感じ、あれお客さん入ってた、え、嘘そうだ、思い出した、あのうさぎのコスプレとか、あのハロウィンで、そうだ、そうそうそう、大変失礼いたしましたでももっと前に確かに無観客のカラオケ大会はあった、え、あったよね、船であった、わ、失礼しました、こんがらがってました
生で見てたよ覚えてるよ、はい、まあ、ありがとう、え、あれだよね、カオスだったの、あのさ、ハム太郎のやつでさ、みんな回ってたやつ、あー、え、トトコ走るよ、うん、リコチ、うん、みんな回ってたよね、回ってた、私裏で見てた、あ、ユニット戦だったからあ、そうだそうだ、そう、あ、そうだそうだ、懐かしい、ハム太郎は盛り上がるからねハム太郎が盛り上がる曲なの、その時に知ったはい、せーのーって言ってる本当だ、コメント欄あ、オーデモンのやつか、大好きなの、はい、せーのー、みんなありがとね、俺もおもろい、これ言いたい、楽しそう、そんなコールがあるんですねえ、だって、え、世代ですか、ハム太郎、世代世代、え、バリバリ世代ですよね、バリバリ世代、その時そんなコールなかったですよね確かに、でも知っとったらもっと楽しい幼少期を過ごせたと思う幼少期から、うん、コールしてテレビに向かって楽しかったと思う、見てたよ、めっちゃ世代でしたよ、ですよね、うん、あと何が世代、あれ、お邪魔女ドレミは、は、ちょっと前かも、嘘、私世代なんだけど、え、あれ、じゃあなんでだろう、なんかわかんないけど世代だよ、え、世代なのかな、見てなかったのかも、じゃ あプリキュアが世代、え、一番世代だっていうプリキュアどれ、渚とほのか、あ、私5人はプリキュアみたいな、あ、その次ぐらいのやつ、そうそう、懐かしい、渚とほのかどっち派、ほのかだったけど、うん、渚もいいって大人になってすごい思う、うん、え、ほのかが白だよね、え、そう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 、え、なんかさ、白と黒と、うん、もう一個さ、ツインテールのさ、なんか途中現れたさ、変わらんかった、たこ焼き屋さんの、全然わからん、たこ焼き屋さん出てきた、え、たこ焼き屋さんでバイトしてたよね、みんな、え、そうなんですか、え、そうだよ、多分、いや、私あのストーリーとかまで全然覚えてない、うん、懐かしい、プリキュアってたこ焼き屋さんだったんだ、たこ焼きもありだな、え、今日、うん、夜ご飯でも夜ご飯たこ焼きってなかなかなくないですか、確かに昼だね、大体おやつ、いや、おやつ、おやつで食べることはないかも、え、うん、マヨネーズかける、かけるよ、絶対、うわー、お腹痛いな、ね、お腹空いてる、でもまだ涙は出ないぐらい、じゃあまだ頑張れる好きすぎたら涙が出てくる、ウケる、カノンちゃんみたいな、うん、たこ焼きとご飯一緒に食べれる、え、絶対に食べれないけど、え、食べれないよね、え、違うだよね、だって粉もん、うん、たこ焼きとお好み焼きは一緒に食べれるか、ご飯とお好み焼き、あ、ダメダメダメ、そうだよね、うん、よかった、かのんちゃん泣いちゃう、でもお腹空いて泣いたこと1回しかない、1回あるんやSD 入ってお腹空きすぎて一回泣いた、なんか、うん、成人式、うん、に朝2時とかに起きて、うん、でずっと着付けして、うん、6時とかに式があって、うん、で終わって、でもうその時点でお腹がペコペコで、うん、
でお昼ご飯やっと食べれるかなって思ったら、うん、だからその時インバウンド公演って覚えてますか？あ、うん、その時になんか大声ダイヤモンドとか、 なんか中国語でやらないといけなくって、うん、それの練習をしなさいって言われて、でお腹が空きましたっていうのと、うん、抗議したけど、うん、結局練習しないといけないから、うん、食べれなくって、うん、で夕方4時とか5時になった瞬間に涙が出てきて、うん、でご飯が食べたい、かわいそう、泣いた思い出がある。え、だってそれそうだよね、12時間以上食べてなかったとき、そう、ずっと食べてなくて、それはやばい、なんか好きすぎてない、うん、おもろ。そんなこともありました。私それ出てない、インバウンド。え、そうなんですか？船で神戸だったやつよね。場所神戸だったかな、19コロナ禍ギリギリぐらいの、そうそう、コロナ禍まででもう直前ぐらいの時、うん、なんかの仕事で多分出てなかったけど、うん、大変そうだった、みんなマジで大変だったね。あれさ、本当に中国の方とかが聞いたらさ、うん、ちゃんと聞こえるんかな、その、でも、うん、なんかこれ言ったことないんですけど、なんか中国の方がいらっしゃって、うん、で歌ってった時に、うん、口元見て、うん、って顔されて、私たちの発音は多分間違ってるんだなってちょっと思いながら、うん、なんか本当こんな顔だで見てたの。だからおもろい。だって私たちもさ、海外の方が日本語で歌ってるの聞いたらさ、うん、なんか多分聞き取れない部分とかもあったりするかもしれないじゃん、ね、いや難しい、やっぱネイティブの人には。うん、もう海外公演したい、したい、ね、アジア、アジアいいね。タイ、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 タイ料理食べたい。タイ料理って何？ガパオとかグリーンカレーとか、うん、パッタイ、パッタイ、うん、すごいびっくりするぐらいダジャレ祭りになってるコメント欄が、なんかあれ食べたいみたいな、うん、行きたいとか、うん、タイに行きたいとか。顔漫画わかる、食べたい。なんかおきちゃんが最近タイ料理にハマってて、その話した今日、めっちゃ勧めて、うん、もう多分いろんな人に勧めて、うん、食べた方がいいやおもろい。今日も朝コンビニで会って、うん、おすすめはこちらのガパオライスですって言われてガパオライス、ガパオライス食べようかな今日コロコロコロラーメンはどこ行ったんですか？もうラーメンじゃないな、もうラーメンじゃないんだ、うん、面白いものじゃないかも。でも寿司食べたい寿司、うん、パクチー食べれない。まいちゃんはパクチー今売ってましたからねパクチー食べれますよ。そうだ、まいちゃん売ってたね、配信長く売ってたよね。おかパクこのショールームで私、うん、パクチー売ってました。すごい、実質ね、うん、農家みたいなそうだね、パクチーはね癖が強いから、うん、好き嫌い分かれる。少量なら食べれますけど、いっぱいは無理、苦手かな。ご飯の話したらお腹すくけん、ご飯以外の話しよう。え？うん、何がいいかな。
やばい、喋らないとお腹の音が聞こえる。私も思った今、音鳴ったわって。やばい、私舞ちゃんも鳴ってるわと思った思った、うん、ありがとう。あ、そう、私たちはポケモン GO 仲間。ポケモン GO 仲間嬉しいです。なんかアンピーとかももちゃんとかと友達になってフレンドになって、であのポケモン GO ってギフトを送れるんですよ。でギフト送り合って、で仲良し度を高めていったらいいことがあるんですけど、でもギフトを相手が開けてくれないと次のギフトを送れないんですよ、次の日に、うんうん、で大体あの開けてくれないのみんなもうあんまり開かないからポケモン GO。 でもまいちゃんはもう毎日絶対開けてくれるし送ってくれるからいい感じにどん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 仲良し度が上がっていってて嬉しい。そう、最近はログインしてます、ね、本当に嬉しい。今日ももちゃんから、うん、あの一応さ、あのフレンドになる時にギフト開いてねって言ったの圧かけてたの。でもあの携帯 の、うん、あのデータが飛んだらしくて、でポケモンを開けなくなっちゃって、ギフトも開けません、ごめんなさいって言われて、つらい、かわいそう。パスワード変えてさ、パスワード忘れたらしいよ。パスワード変えたから、うん、そんなことってある、面白い。レベルいくつか、え、何だったっけ。26だよ。覚えてるんですか私のレベル覚えてる。なんか始めたての頃千穂ちゃんが、うん、私のレベル見てすごいとか言ってたのに、なんか何日か経ったら、うん、私よりも全然上のレベルいっててなんだこりゃすごい、もう短時間で上げてきた。そう、ハマったらとことんハマる方なので。すごい、そう、ありがとう。マジでもうちょっと何か補給します、うん、私も私もなんか食べたい、なんか食べて、はい、嬉しい。私もあるよ、なんか、え、嬉しい、いただきます。前から差し入れ、差し入れ差し入れでグミをいただきました。グミ、いただきます。何グミでしょう。うまー、うますぎる。まあ、じゃあ人間あるある言っていこう。人間あるある、うん、今思い浮かんだ私先にどうぞ。どんなんか、どんなんが来るかわかんない。お腹空いてる時にこういうグミとかほんのちょっと食べたらもっとお腹すく。ダメじゃないですかダメじゃん、これ人間あるあるなんだ、うん、人間あるあるむずなんだろう、人間あるあるわかる、確かにそれはわかるかも刺激されるんですよね、うん、なんずにあるある、うん、何でもいいんだよ。くしゃみが出るかもと思って準備した時に、よ、日に限ってくしゃみ出ない。ある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 鼻が詰まっていて、うん、であの点鼻薬、うん、しようとここまで持ってったら鼻が通る、うん、あるある、鼻って字があるんですよ。え、そうなの。そう、え、聞きたい、またその話
よ。それだけです。あ、そうなんだ。自分を持ってる、ちゃんと。私点鼻薬使ったことないかも。え、鼻が詰まらないんですか。え、使ったことあるかもしれないけど本当に数回だし覚えてないし、詰まるけどなんかそこに行くまでの怠らない怠らない、どういうことや。もっとあるある言いたい。あるある、この歌知ってる、なんかあるある言いたい言いたいあるあるみたいな歌。全然わからん。初めて聞いた。でも笑い芸人さんのなんかあるある、あ、 RG さん、うん、みんな知ってる。RG ってあのフォーみたいな、あの黒い服着たい。あれ、そうそうそう、レーザーラモンさん、テカテカの服のやつ。あ、そうそうそう、メガネのサングラス、レザーの服。あ、うんうん、え、の相方ね。そ, それは HT さん。あ、の相方なんだ。の相方の方、へえ。すいませんでした。面白い、フォーしない方か。そうなんだ。今何考えてる？ね。今あるある考えてる？もう考えてない。もう考えてなかった。考える。うん。あと一個お互い発表して、うん、このトークテーマは終わろうと思います。早い。早く終わる。え、すごい。RG さんはココアと仲良し。そうなんだ。なんで？面白い。そうなの。とっておきのあるある披露したい。なんじゃ、うん、瀬戸チャレでよく共演してるだ。え、よくよく。何回も瀬戸チャレ来てるもん。へー、私も仲良くなりたい。よく瀬戸チャレ出てるイメージある。そんなことない。ここは、いや、ちほちゃんも。私全然出てないよ。嘘。なんかマイカプラスみたいな感じじゃないですか、うん、今。その中でも、うん、なんかイメージある。そんなことない。あ、でも新しいジャージになって、うん、2回出た。おお。でも1回はあのアイスボックスのサウナだったから、コーナーみたいな感じだったけど、もっと出たい。瀬戸チャレ常連になりたい。瀬戸チャレは、出るんじゃなくてカメラ側の方にいたい。マジで普通におもろいから、カメラ側の方にいたい。本当に面白いよね。面白い。てか、なんかもうお笑い芸人さんが本当に面白すぎてすごいよね、うん、なんか、うん、自分たちもロケするじゃないですか、うん、でも普通に撮るじゃないですか、うん、でもその瀬戸チャレのロケの時はマジでカメラマンさんもその進める人も大爆笑しながらロケするから本当に面白くって、すごいんだなって、うん、本当にすごい。お笑いすごい。もっと出たい。お願いします。ここね。何でもお願い、ここでするのにと思ってるから。でもそれも。そう、私瀬戸チャレの第1回に出てるんだよ。え、それってマジの第1回ですか。ガチの第1回。みちゅと何しました。宮島、うん、山登った。しんどそう。しんどかった。マジでしんどかったけど楽しかった。その時はアナウンサーさんもいた、女性の。その最初そうだったよね。え、笑い芸人さんとアナウンサーさんとメンバー2人だった。そうだったかも。覚えてないだろ。え、でも瀬戸内の声の衣装だった、その時。
まいちゃんいる？いや、瀬戸内の声の衣装はいないけど、うん、でもなんか前に出た時にいた気が、いや、わかんない、もうわかんない、記憶が、ね、懐かしい。そう考えたら長寿番組だね。確かに、うん、え、すごい、かまいたちさんも出てましたもんね。だってすごい、すごい、いいな。かまいたちさんまた来て、いけちゃんとロケしてほしい。濱家さん前になんか言ってましたよね、ベニュー101の時に言ってた、ね、STU っていけちゃんがいるグループだよねって、いけちゃんいないのって言ってた、うん、今日いないの。ありがとう。うわ、うまく、次私のものあげる。何？何があるだろう。嬉しい。何じゃろうな。あんまり理解してない自分の今日の。あ！あ、ぐるぐる言った。こちら。でも聞こえますか？ちょっと聞かせたい。あ、これ見て、今日の T シャツ着て帰った、はい、あ、来たー、やったー、ありがとうございます。てかここ今膝と膝で支えてるんですけど、うん、ちょっとスリルあるけど、じゃーん。これは1週間前ぐらいの現場でもらったやつが、じゃあずっと持ち歩いてたんだ。そう、移動距離が半端ないパイの実です。そうです、いただきます。うん、私のパイの実の食べ方伝授すればよかった。何やってる、何でもキモいって言われるかもしれないからやめときます。開けるってことは、なんか口の中で分解していくんですよ、パイの実を。なんかこう層になってて、うん、中にチョコが入ってるんですよ、うん、そのチョコだけを綺麗にこう頑張って外すんですよ、うん、へえ。いや、楽しいからやってほしい。あの、共感してる人いるよ、あるある。え、あるあるらしい。え、ないないでしょ。いや、私も最近ね、カムカムレモンの食べ方を配信で伝授したんだけど、うん、なんかさ、そのカムカムレモンってさ、薄いコーティングがあるじゃん、うん、あれを口の中で前歯と前歯でこうカチ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 って一周剥いて、あれ剥くんだ。剥いてまずそれだけを噛んで楽しむの、うん、でそしたらその後酸っぱいのが待ってるから、酸っぱいのいっぱい噛んで、あれ、え、酸っぱいんですか、中が。え、そうだよ。え、あの周りが甘かったんですか。周りは若干酸っぱいけど、うん、全然中の方が酸っぱくって、これあるある。これはあるあるなの。これはあるあるですか、どうでしょう。すごい、これはあるあるって言ってくれてる人もいるけど、うん、じゃあ、あれはピュレグミ、ピュレグミのを舐めてコンタクトみたいにして遊びませんでした。え、舐めるけどコンタクトみたいな、コンタクトみたいな薄さまで最大限舐めたら行くんですよ、うん、で、コンタクトって言って遊ぶ、うん、え、すごい、それはない。え、じゃあちょっと話変わるけど、うん、あの、ちっちゃい頃こたつの中に潜って、うん、携帯屋さんでもらったあの昔さ、ガラケーとかのさ、うん、見本みたいなやつもらえたじゃん、あ、携帯屋さんで売り入れとっていいやみたいな。そんなのあるんですか。え、あれだったよ。もうこれ使わないから、あの、あ、親とかの、いや違う、携帯屋さんの、 あの見本のコーナーでさ、うん、
あの電気電波はついてないけど、うんうん、うんうん、写真とか撮れる？撮れない。え、もう全然何もできない機能もないけど、うん、カチカチだけできるみたいなのがあって、うん、それをで OL ごっこ、こたつの中でしたことない。癖が強い。しかもなんでこたつの中で OL ごっこする？これ私結構定番だったんだけど。モックモックってめっちゃ来てる。モックって言うんですか？知らない。そのこたつの中で OL ごっこすることは？いや違う。携帯のことかな。いや分かんない。携帯冬限定ってことですか？じゃあ、あ確かに。でも冬にしてた記憶しかない。うん、あと押し入れの中で DS。 あでも押し入れの中めっちゃ入ってた。だよね、押し入れめっちゃ入ってた。だよね、え、じゃあちょっと似てるけど電卓で OL ごっこはしてないけど、 OL ごっこはしてないけど電卓は遊んでた。え、この道通ってこない人っているの？マジで女の子で。嘘、信じられない。じゃあおばあちゃん家の電話帳を見て勝手にかけるわ。とんだ悪ガキじゃねえか。ないよ。そんなことしてたの？うん、やったことある。じゃあお兄ちゃんと一緒にピンポン出しは。したことない。ピンポン出ししたことない。やばい、悪だ。誰にかけたの？いや、なんかおばあちゃんの電話帳に110って書いてあって、うん、なんだこの番号って思ってかけてみたら、なんか男の人が出て、はいみたいな、で事件ですかみたいな感じだったから切って、それから折り返しかかってきて、でおばあちゃん折り返しかかってきたって言って、ごめんねって。でもそれ保育園に通ってた時。保育園、うん、あ、じゃあまだしょうがないね。でもかけちゃダメってことをそれで学んだ。うん、なるほど。ちょっと警察の人折り返しかけてくれるんですよ。へー、もうそれはね、うん、なんかあったらいけんけど、ね、かける根性がすごいってやっぱその頃から肝が座ってますよ。座ってません。学んだ。じゃあちょい悪自慢しよう。ちょい悪自慢、いつでもいいんですか？いつでもいい、今でもいい。私はよくこれ言ってたことあるんですけど、うん、中学校の時に給食で牛乳が出るから、うん、あのミロ分かりますか、うん、あれ持ってってマイカップ持ってって先生にバレないようにミロ作って飲んでた。おもろい、毎回。おもろい、ちょい悪い。悪いでしょ。ちょい悪、ちょい悪。しかも美味しい。え、そう、ミロ大好き。マジで美味しい、うん、ミロってなんかココアみたいなやつ。私は塾であの冬にみかん持ってって、うん、両隣の子にあげて、うん、授業中隠れて机の下でみかん剥いて食べてた。え、それは隣の子も食べてた？うん、みんなでみんなでみかん食べた。かわいいみかんってところが、ことあの黒板書いてる間にみかんを剥いてた。確かに匂いが。いや、みかんは大丈夫だよ。
あとなんだろう、ちょい悪、なんだろう、あんまり思い浮かばん、なんか、うん、小学生の時に、うん、なんか習字の授業があって、うん、習字みんな終わった後筆を洗って水で干しておくんですよ、うん、みんなかけて、うんうんうん、その筆がまたこう、こう固まるんですよね、うんうんうん、それをほぐすのが好きで、うん、友達全部ほぐしてって書いて乾いたやつを、そしたらある子がすごい怒っててほぐされたって、あれほぐしちゃダメだよね多分。え、そうなんですか。え、なんかさ、パサパサになるんじゃないの。え、そうなの、わかんない。でもあの筆ほぐされたってもうめっちゃ怒ってて、うん、私はもう怖すぎて、うん、ごめんやったって言えなくて、うん、今でも罪悪感に持ってる小学生の時の反省してるんだ、うん、そう、悪気はなくてほぐしまくってたそのままほぐしたかったんじゃない。そっか、うん、先にほぐされたこと、うん、私は中学校置き勉しちゃダメで、私もだ、ね、教科書とか全部机に置いてたらバレるから、うん、でも置いていい総合のファイルとかあるじゃん、うん、みんなが置いてる、その中に教科書めっちゃ詰めて、めっちゃ分厚いファイルにして置いてた、全部置いてた。バレなかったですか。バレなかった。あ、バレたけど、うん、もうみんなやってたから、うん、おー、そう、なんか回ってくるじゃん、今日チェックあるらしいよみたいな情報が、うんうん、でみんなで共有して、その時は持って帰って、うん、そうやってました。私も置き勉ちょっとしてたかも。しないとさ、持っていけない、持っていけない、普通に重たすぎて、うん、体育とかと被ってる時普通にやばくない、うん、マジで時間分のノートと教科書と体操服と、だからあのその、うん、家で勉強するやつだけ持って帰ってた、うんうんうん、それ以外はもう置いてた。あとワルは何だろうな、何だろう、ワル、学生時代なんですね、悪いことするの。確かに、なんか今はさ、割と何してもさ、うん、自己責任、自己責任だし、そんなルールに縛られてるわけじゃないじゃん、うん、なんか置き勉しちゃダメとかメイク道具置いて帰っちゃダメとかないし、だからじゃない、思い浮かぶの。なんだろう、最近の悪い方最近の悪い方あったかな、なんだろう、学生時代しか思い浮かばない。うん、そうだね。私学生の時身だしなみチェックが月1であったんですけど、うん、あのその時は長いスカート履いてて、うん、それ以外は、うん、なんかお姉ちゃんのお風呂履いて行ってて、うんうん、お姉ちゃんの方が身長がちっちゃいから、うん、スカートも短くなるんですよ、うん、だからスカート短めのやつ履いてて、うん、いいねちょっと悪い、うん、と言われる。確かに、逆に次いいこと言っていこういいことね、いいことか、いいこと言いましょう。わ、ありがとう、マクアラオンさん、ありがとうございます、ありがとう。呼び出します、明日ちょっと呼び出し3人になりました、ありがとう。はい、ありがとう。いいことか、うん、いいこと、
ないわけじゃないと思うんですけどね。なんか難しいよね。うん、じゃあ自分でいいことしましたっていうのなんか変じゃないですか。うん、いいこといっぱいしてるけどそう、いっぱい、うん、みしおさん、築城ありがとうございます。築城城建てた。そう、城を建ててくれてありがとうございます。築城って言ってるんだ。そう、築城だった。私のいいこと言います。あの通学路におじいちゃんとかおばあちゃんが挨拶みたいな、はい、見回りみたいなゼッケン着てやってくれとって、うん、でおかえりとかいってらっしゃいとか言われるの、うん、でまだ家じゃないし、うん、とか思ってさ、うん、悩むじゃんちょっと、うん、でも小学校からあの最後までずっと、うん、行ってきますとかただいまって言ってた。いやかわいい。いくない？うん、でも私私もそういう系だったんですよ、うん、でもなんかおかえりとか言われたら、うん、こんにちはなんかただいまって言えなくて、うんうん、かる、こんにちは、うんうん、こんにちは。今では誰にでもお疲れ様ですって言うようになってしまった。いや、わかる。え、もう誰にでも言っちゃう。わかる。私さ、中学校の時アクターズ行っとったけん、うん、アクターズで挨拶がなんか昼でも夜でもさ、おはようございますじゃん、うん、で、そのアクターズもそうで、うん、で、部活の先輩とすれ違った時に、うん、間違えてなんか挨拶しようと思ったんやろうけど、おはようございますって言っちゃって、うん、恥ずかしくない？でもなんかかっこよくないですか？うん、でもさ、恥ずかしくない？なんか言ってるみたい。いいことはあんまないね。なんてことだ。お腹空いた。それのすぎね。お腹空いた。ありがとう。食べる夜ご飯。楽しみ、夜ご飯何食べようか。中が鳴らなくなったじゃないですか、うん、今これあの蓄えてる脂肪を使い始めたんですよエネルギーとして。そうなんだ。もう諦めたんですよ、体は。声を上げることを、もう何ももらえないから声を上げるのやめて、うん、自分が持ってるものを使い始めた。え、なんか切ないね。そう、ごめんね。ごめんね。いや、栄養あげられなくてごめんね。あともうちょっとの辛抱だから待っててね。おもろ。ほんまにそうだよ。こんな時間からでも食べる。何言ってるんだ。時間は関係ないだろ。本当にその精神で食べております。だって夜に何も食べてないんだから、まだ夜ご飯食べなきゃ死んじゃうよ。お腹空いてたら眠れなくないですか？わかる。起きちゃうもん、うん、え、
ネルギーがないと寝れないから、うん、本当に、うん、寝るのも体力いるから。そうだよ、寝るのが一番体力消費するんだから。たくさんお食べ。はい、何やった、何食べる。今濃厚なのはガパオライス。選ばれたのはガパオライス。そう、オキチルドレ。オキチルドレになったんだ。期間限定。期間限定な。ガパオを食べてる間は。やばいね、本当に叫びたいぐらいお腹空いとる。叫んでほしい、ちょっと。ほんまにお腹空いた。もう一個ちょうだい。どうぞ。ありがとう。全部お食べ。バイバイ。これめっちゃおいしくないですか。めっちゃおいしい。感じがしてる。うまっ。えっ、お腹空すいた、ほんまに。なんかそう思ったらやばい。ご飯食べまよう。うん、じゃあそろそろお礼をしたいと思います。お腹が空いてるので、うん、このグミが口からなくなったら、なかなかなくなりになっちゃった。いっぱい噛みますよね。でも今いっぱい噛んでる最中。すごい咀嚼だ。築城？築城された？あ、ミッキーさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。白。白。呼び出します。明日。あ、白って。パワー立ててくれた人を呼び出してるの？そう。裏に。あ、校舎裏に。来い。対話、対話。来い。あ、築城された。ナルドさん、築城ありがとうございます。私も呼び出そうかな。私城の裏に城の裏に城裏に。築城ありがとう。じゃあこれが反映されたらランキングを呼びます。ありがとう。わあ、すごいのもらった。わ、かわいい、キラ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 。ありがとう、天使だ。三浦っちさん、ありがとう。グー。三浦っち、ありがとう。呼び出します。明日呼び出す。三浦っちさん、ありがとう。天使。すごい、いっぱい。シルバーウィーク今日までかな。あ、そっか。え？あ、そっか、今日月曜日か。今日祝日だったんですね。3連休最後の日ね。そんな感じしないね。明日からもお仕事頑張ろうね。うん、うん、頑張ろう。グッドパッドなんで。
料理？そう、料理するの。え、どこでするんですか？大阪。え、行きたい。え、マジ来てほしい。食事しに行きたい。本当に来てほしい。本当に来てほしい。いいな、まえちゃんの手料理食べたい。あるわ、まえちゃんの手料理。そうですよ。やばい、こんな贅沢なことある。見せたい、まえちゃんの手料理。みんなにちほちゃん、ニッパー、横沢ニッパー。嬉しい、メンバーでさ、横沢ニッパーさんのさ名前知ってる人って本当にまえちゃんぐらいじゃないってぐらい。しかもさ、ニッパーさんまで分かるならまだしも、名字も分かるのね、すごい。いやでも昨日まで石田ニッパーだと思ってて、そしたらコメント欄で横沢だよって来て、そう、横沢なんですよ、横沢ニッパー、うん、適当に考えた名字。あれ適当だったんだ。そう、ミュージアできそう。あとこっちもちいかわ、ちいかわめっちゃいい。ということで、じゃあランキングやりたいと思います。20位タカボンさん、19位ジムジムさん、18位フークロさん、17位ユリアピースさん、16位ギギさん、15位モヤタロウさん、14位ヌルディンさん、13位トトミチさん、12位宮川和幸さん、11位ゆずきさん、10位エダッチさん、9位ヨエダマセゲンキさん、8位チョウちゃん大好きなコーラさん、7位クリアティーナさん、ラッキーセブン、セブン、6位のぞみ4号さん、5位つりけんさん、4位パフィンさん、3位ヨウイチさん、スリースリー、2位ナルノさん、ツーツー、そしてそして第1位はペラララヒュン、西尾さんです。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。会社のキャミです。ありがとう。築城も西尾さんとナルドさん、ありがとうございました。あたいもよも、ケンジさん、おいでます元気さん、福太郎さん、広島コーパセリさん、ザフさん、ミッキーさん、ミューラッチさん、マクロンさん、元町さん、金友さん、きなぺこさん、くまねパパさん、伊豆吉さん、ありがとうございます。明日呼び出しするよ。ありがとう、ありがとう。じゃあスクショタイムして終わります。いいな、私もスクショタイムしよう。今日はハーフツインでした。じゃあ、ででーん、キラーン、あ、ちょっと荷物が映った。ファング、ミュージック、おやすみ、ありがとうございました。いっぱいなんか食べます。おやすみー。